田健二っていう名前で歌を歌ってます。そして隣にいるおばちゃんは、お誰がおばちゃんですか。顔がでかいですね。はい、あのポリバケツがカツラかぶったようになっておりますけれども、諸岡先輩と一緒にですね、あのガンダムを歌わせていただいております。九州の後輩でもありますインフィクスボーカル中友調整でございます。はい、僕はRD っていう名前でガンダムのテーマソングとか歌ってるんですけど、長友君も歌ってます。はい、私も歌わせていただいております。それでですね、今東京タワーが後ろに見えると思うんですが、あで先輩ほら、あの佐世保北高出られて、野球されて、で久留米大学を入られて、でインフィクスのメンバーは2人久留米大学がいるんですよ。あ、そうだね。はい、大学を出てこんなことやってますこんなことって言うな、こんなこと俺はこんなことじゃない僕は歌で一番になりたいと思って今でも頑張ってますんで、はいはい、もうね、僕が多分一番話しやすくて一番尊敬してる先輩です。これはもう本当にお世辞抜きもう素晴らしいですよ。やっぱこの体育会系のノリというか、すげえ可愛がってもらってます。9月5日はアルカス行きます。まあだけど地元で人気がないためにチケットの売れ行きが悪いんで、あぜひ皆さんよろしくお願いします。やっぱ地元の応援がね、僕も福岡大牟田出身ですけど、やっぱ地元の応援が一番大事なんで、よろしくお願いします。皆さんぜひよろしくお願いします。それでは僕も見に行きたいアルカスだね。